日本相撲協会は17日、夏場所5月12日初日、東京・両国国技館の新弟子二次検査に本村康成、15イコール佐渡ヶ岳部屋が受験すると発表した。検査は19日、国技館のアリーナで行われる。身長1メートル67、体重67キロの体格基準に満たないものが運動能力テストを受ける。第二検査。 が12年ぶりに復活する。2012年春場所までは、1メートル73、75キロ以上の体格基準に似たないものは1メートル67、67キロ以上であれば第二検査を受検することとなっていた。12年春場所から基準が緩和、1メートル67、67キロ以上、春場所の中学卒業見込みものは1メートル65、十五キロ以上、 でクリアとなり、第二検査は廃止された。そして昨年9月、入門の門戸を広げるためにさらなる基準の緩和が決定。身長1メートル67、体重67キロに似たなくても運動能力テストの結果によって合格することができるようになり、体格基準は事実上の撤廃となった。12年ぶりの第二検査、受験者となる本村康成は、秀ノ山親方、 元大関琴将棋のうちでし佐賀北方相撲クラブ出身でかつて琴将岐クチームとして白鵬杯に出場したこともある小学4年時の白鵬杯では当時体重が自身の2倍以上あった富山博と現鳥取城北高一年を大熱戦の末に破りその動画がネット上で拡散されてテレビでも取り上げられるなど大きな話題を呼んだ 元村は昨年の全国中学校選手権で団体戦ベスト8に進出。身長1メートル60、体重65キロの体格で出場した今年2月の白鵬杯では、中学生の部で1勝を挙げていた。